はい、皆さんこんにちは、ワタルケプジです。では今回は SD ガンダムジェネレーションダブルゼータガンダム編続きをプレイしていきたいと思います。今回がね、多分ファイナルステージ最後のステージになるんじゃないかなと思います。宇宙世紀 0080 11月14日コロニー落としの C によって連邦上層部はサイド3をネオジオンへ譲渡する。これにより拠点をサイド3へ移したネオジオンであったが、内部抗争が発生、戦力が二手に割れてしまった。この内戦に乗じ、再編成をした AU は今、ここ、コア3で大攻防戦が開始されようとしていた。まあ、これはいわゆるグレーミーの反乱ですかね。それによってハマーンとグレーミーにネオジオン軍が分かれたというところで、まあ、ネイルアーガーのね、ガンダムチームがそこに介入。まあ、後々にエウゴの艦隊もやってきたという、まあ、皆さんご存知のダブルゼータのシナリオということになろうと思います。では早速、プレイの方を始めていきましょう。機体の一覧ですけども、前回さらに手に入れたサイコガンダムマーク2、これがね、まあ、2機という体制になりました。ご覧のように、ここにね、サイコガンダムマーク2が2機いるような状態です。これうまく活用していきたいと思います。一方、ジム3とか、あと、もう、宇宙マップでは使えないアウド村とかはね、この時点で、一度、解体しちゃいましょう。あと、ゼータガンダム編では、出てこなかった、アムロが乗ったリックディアスに代わるディジェ。これもね、前回出てきたモビルスーツの中にあったので、まあ、我々のものにはなってますね。では、これで、進めていきましょう。モビルスーツの生産は一度そうだな、500コストがあるので、500ギリギリのコストを使ってしまいましょうか。これファイナルステージだと思うので、キューベレーかザク3か。まあザク3にしますか。マシュマーの乗ったザク3。マシュマーもね、もう最初と最後でキャラが全然変わっちゃいましたからね。あと今だとガンダムユニコーン2。なるものがね、やるとかやらないとかって話になってますけど、あれもね、すごく気になってるんですよね。マップは、この、コア3と、あと宇宙マップ、2つですかね。さすがに多いな、敵の数も。サイコガンダムをうまく使って、一気に敵を殲滅していきましょう。では、プレイ進めていきまーす。今、一通りマップ確認しましたけども、第三勢力みたいな形で三つどもえの戦いというよりかは、我々エウゴ軍は、ハマン軍も相手にするし、あとは、グレミー軍も相手にするっていうね、そういう戦いになりそうです。一方、グレミーとハマーンの戦いもなさそうですね、色付け的に。結局、青と赤にしか分かれてないので、ここはおそらくですね、まあ、グレミー軍であろうが、ハマン軍であろうが、我々が受け持つということになりそうです。これ、廃棄コロニーをぶつけてきましたね。コロニー落としと同じぐらいの規模の広範囲にわたって、一気に敵を殲滅してくるっていう、そういう作戦出てるな。もう一つ今、廃棄コロニーありましたね。あの廃棄コロニーの近くには、まあ、近寄らないように気をつけておいた方が良さそうですね。ちょっと場所を確認しましょう。次の廃棄コロニー、ここにあるコロニーをここに多分ぶつけてくると思うんで、それまであんまりモビルスーツ隊を展開したくないな。一方で、こちら側には廃棄コロニーはないので、隊を二手に分けましょう。まあ、一つはこの場で待機する部隊と、もう一つはですね、進路、マップでいう左側にとって、敵の殲滅に向かう部隊とに分けましょうか。これでね、効率よく進めていきたいと思います。あと、部隊が全部出払うと、本拠地の守りも少し心配な点はあるので、サラミス海一隻だけ残しておきましょう。残りは、この後ね、敵の攻撃、迎撃に備えていきたいと思います。ここにあるのが廃棄コロニーですね。この廃棄コロニーがぶつかった衝撃に巻き込まれないようにだけは気をつけたいと思います。では、敵もモビルスーツ部隊展開してきてますね。ここにいるのがジャムルフィンですね。3機。さらにエンドラ。これを先に撃沈してしまいましょう。ここにいるのがグアダンですね。キュベレーもいる。で、
気をつけなきゃいけない廃棄コロニーはここですね。なのでこの空域で戦う分には特に問題ないかな。このまま少しずつ前進して、敵の部隊を迎え撃ちましょう。まあ、サイコガンダムをうまく使えばですね、まあ難なくというか、無難に敵の戦艦だけ先に選別という戦い方ができると思うので、まあ、効率をね重視して戦っていきましょう。サイコガンダムがやっぱり2機手に入ったというのがこういうところでだいぶ効いてきそうですね。うまーくサイコガンダムをねここで使って、グアダンを先に潰すでもいいし、ジャムルフィンを潰してからにするもよしというところですけど、どうだろう。このままだと一回先にエンドラを叩いて、グアダンはもうちょっと近くに来るまで待ちましょうか。そうしましょう。では先にエンドラを潰します。まずはどっから攻めるかだな。いきなりね、サイコガンダムマーク2の攻撃当てるとダメージが通り過ぎてエンドラが防御姿勢に入ってくると思うので、仕留めるのをサイコガンダムにして、最後の一撃ね1万ぐらいバーンと当てたいなと思います。まあ、にしてもエンドラもかわしてくるな。ここ確実に仕留めておきたいところですよね。あとはこの先に、まあ、この次に備えてかな、ジム3も展開しておきましょう。この次戦う時に備えて展開部隊を増やしておきます。違うね、このサラミスは自前のサラミスだから、ダブルゼータとかもいますね。ちょっとダメージ与えすぎたのでエンドラが防御姿勢に入ってる状態なので削りきれなかったですね、残念。まあ、ただここどうしても仕留めてしまいたいので、無理をしてでも攻撃を当てて、削っていきましょうか。アイメガキャノンを当てて、あとアーガマーとサラミスカイ2隻ですね攻撃できるので、それでエンドラ仕留めましょう。まあ、レベルアップはもうこの際次のステージがない、こちらが最終ステージになってるので、あまり考えずにね、戦艦で敵戦艦を沈めるということも、まあ、辞さずにやっていきましょう。これでエンドラを撃沈です。次のターンでね、また敵の戦艦を狙っていきます。気になるのが白旗上げてるけど余力があるのかどうかな。余力あると回収されちゃうので、このグワダン1機回収されるな。であればこちらで回収したいけど回収する余力がないとなればしょうがないかな。このまま放置しましょう。ここも余力ないよね。まあ、回収されたら回収されたで、回収されたごと破壊していきます。ここはグアダンが結構賢く遠くに展開されてしまったので、モビルスーツ隊で、接近して仕留めていきましょう。まさかこんなに遠くに展開されるとはちょっと思いもよらなかったので、少しばっかり攻略するのに頭を使いそうですね。3万3000でしょ。3万3000を削るにはクリティカルヒット欲しいよな。この後まだダブルゼータとかね、攻撃できるユニット残ってるので、できればこのターンで仕留め切りたいなというふうには思ってます。ダブルゼータも連携して、こっからだともしかして当たるか。ハイパーキャノンが当たる。これを使っちゃおう。マップ兵器ですね。これで相当ダメージ与えたんじゃないかな。どれくらい減ってるかちょっと見ますか。ガルス J が7400から721だから、まあ、7000ぐらい削るって考えて良さそうですね。まあ、これが良かったのかどうかちょっと微妙かなっていう気もしますが、まあ、良かったと信じて、こっからじわりじわりとグアダンを削っていきます。
ちょっとグアダンはね、削りきれませんでした。残り、まあ、3000というところですね。次のターンで確実に仕留めるために追っていきます。一方、左側に展開した部隊ですが、モビルスーツ隊を展開しておきましょう。で、敵を迎え撃ちます。これでグアダンを撃沈しました。中に入っているモビルスーツもろともですね。では戦力をアクシズの方へと振り向けていきます。すべての戦力をアクシズの方に向けていきましょう。ではマップの左側ですね。ここでも敵の艦隊、ここは主に誰なんだろう。エンドラか。さっきのねグアダンのところにはキュベレーがいて、まあいわゆるハマーン軍だと思うんですけども、こっちはもしかしたらグレミー軍かもしれないですね。いや、そもそもそういう設定自体なさそうだな。ではこっちも敵の戦艦を先に潰すという戦略で戦っていきまーす。これでキュベレーがエンドラ1隻目撃沈です。もう1隻残ってるのがちょっと倒しきれないかもしれないな。さらに後続でエンドラ2隻も来てるので、早めにこのエンドラ排除したいですかなというふうには思います。ここはサラミスのミサイルでエンドラ撃沈です。今この空域中域に展開している敵のエンドラ残り2隻となりましたね。この残りの2隻のエンドラもできれば早期に終わらせてしまいたいので、効率よく行きましょう。ここに1隻、ここにも1隻と合計2隻ですね。サイコガンダムでダメージを稼いでっていうことになろうかと思うんですが、まあ、遠いところから攻撃していきましょう。戦力的には十分2隻のエンドラ撃沈できるとは思うんですけど、火力が出るのがやっぱこのサイコガンダムなんで、サイコガンダムでねクリティカルヒットとか出てくれるとむちゃくちゃ大きいですね。ここはハンマハンマで、もう1隻のエンドラ撃沈です。効率よく来てますね。今エンドラ1隻撃沈するのに、サイコガンダムマーク2、ゲーマルク、ハンマハンマ、この3機の攻撃で仕留めました。で、ここにもう1隻いるこのエンドラですね。ここのエンドラもキュベレーを中心に攻撃を当てていって終わらせましょう。はい、これで、エンドラもう1隻撃沈です。この後はじゃあアクシズの中に、突入をね行っていきましょう。今はですね、キュベレーで攻撃した後にドーベンウルフで攻撃をして、ガンダムマーク3でも攻撃を当てて、で、その後ですね、今ご覧いただいたようにバウのミサイルで仕留めたという展開でした。ではこの後ね、もう敵のモビルスーツ軍を無視してサイド3、コア3の方に入っていきましょう。ではここからですね、いよいよ侵入をしていきましょう。侵入したら即敵を囲む。できればここでエンドラ1隻は確実に仕留めておきたいので、主力モビルスーツ隊を全部展開しちゃいましょう。一度ね。で、この後ですね、後続でやってくる部隊も同様に展開をしていきます。DJをね、連れてきちゃってるんですけど、DJよく考えたら地上専用なんで、宇宙ではね、使えなかったんですよね。ちょっともったいなかったかなと思います。ここにもエンドラが1隻。ここにはグアンバンが1隻ということで、残っている戦艦が3ですね。これもなんとか仕留めていけたらいいかなと思います。残りの部隊も今、少しずつ接近をね、してきているところなので、ネイルアーガーマーも次のターンでは入れるかな。いや、このターンで入れましたね。では、ここも出撃させていっちゃいましょう。うまくすれば敵に次のターンで戦艦をまあ1隻2隻と沈められるかなっていうね、距離まで詰めていっちゃいましょう。
残りサラミスは足が遅いのでさすがに届かないかな。次のターンで入れていきます。何？マップ兵器使われた。どれくらいダメージ食らうかだな。結構痛いところついてきたな。サイコガンダムマーク2とキュベレ、それにネイルアーガム 2隻が攻撃食らいましたね。ここまでまともにモビルスーツ戦をやってこなかった報いを受けたかのようだ。そんな感じだな。まあ、ただ、まあ、キュベレイはともかくネイルアガナ、サイコガンダムに関しては、まだまだそのヒットポイント的なもので言うとね、だいぶ余裕があると思うので、まあ、あまり構わずですね、このまま突入戦を敢行していきたいと思います。はい。シツルビディアスがエンドラを撃沈してます。残り2隻ですね。全くモビルスーツ戦を行っていないので、本当にね、皆さん退屈されちゃうかもしれないんですけども、このまま押し切っていきましょう。どうだろう？グアンバン先に攻撃当てても多分後続が続かないと思うので、ここはサイコガンダム使って、もう一機、もう一隻のエンドラをね、沈めていきましょう。で、この後、実は、ガンダムのゲームですね、収集今してまして、まあ、主にシミュレーションゲームばっかりやってるんですけども、シミュレーションゲームにこだわらず、ガンダムのゲーム幅広く今収集してます。なので、まあ、そういったゲームもね、この後、どんどんやっていこうかなと思いますんでね、ガンダム好きの方はぜひ、期待をね、していただきたいなと思います。で、もちろんシミュレーションゲームの方もね、やってまして、今考えている、もので言うと、信長の野望革新で本能寺の変もう一回やってみようかなとかね、あとはシビライゼーションも今5やってるんですけど、6も一応手元にはもう用意してある、ダウンロード版購入してありますんで、まあそれもやってみたいなっていうのもありますし、ハーツオバエン方もやりたいしとかね、もうやりたいゲームいっぱいあるんで、まああとはもう時間との相談というかね、まあできるだけ時間を見つけて細々とやっていければなと思ってます。で、そういう意味で言うと、僕、今もう完全在宅勤務になってまして、ついに定期券代、まあ、いわゆる通勤費ですかね、それももう、廃止になってですね、在宅勤務手当が代わりに支給されるようになったぐらいなんで、おそらく、少なくてももう1ヶ月、2ヶ月とか、まあ、下手したら1年単位で多分この仕組みって変わらないのかなと思ってるんで、まあ、その間にというわけじゃないんですけども、通勤のね、まあ、時間というか負担がない今のうちに、いろんなゲームをね、やっていけたらいいかな、というふうに思ってます。なのでね、ぜひご期待いただければなと思います。ここはエンドラをメタスで撃沈できるかというところですね。もうすでにエンドラ回避モードに入っちゃってるんで、ちょいちょい回避されるかなと思うんですが、ここは見事に撃沈。これで残ったグアバンを撃沈できれば、ダブルゼータガンダム編、SD ガンダムジェネレーション、クリアできるかなと思いますので、このままね、一気に、押し進めていっちゃいましょう。ドーベンウルフとかもね、この、インコムの攻撃のレンジが7あるっていうのがすごく優秀なんですよね。最高兵器基本的には7レンジあるのかなっていうところですね。まあ、ただ、グアンバンは硬いな、29000。で、ドーベンウルフの、インコム攻撃で減らせたのが、まあ、せいぜい2000、3000でそこでしたね。それに対して敵の攻撃はかなり分厚いな。ここはちょっと時間をかけて、ゆっくり攻略戦を行っていきましょう。ゲーマルクもマザーファンネル持ってますね。ゲーマルクは、劇中で最後、キャラが乗ってた、重火力モビルスーツっていうね、位置づけでしたね。クリティカルが入って1万2000。クリティカルが入ると本当にダメージ通るんで、効率が一気に上がってくるんですよ。グアンバンのメガ粒子砲。これ直撃されるとドーベンウフは撃破されるので回避を選択したんですが、どうだ？食らうな。ドーベンウフ、一気失いましたね。どうだろう、戦いの中でモビルスーツ失うことってほとんどなかったと思うんですけど、高級機で言うとドーベンウルフが初かもしれないな。ジム3とかはね、正直攻撃を食らってやられることはあったんですけど、おお、ここはクイーンマンサか。クイーンマンサとサイコガンダムの殴り合いか。ここは付き合わないようにしましょう。防御に徹して、
次のターンで、クイーンマンサーを無視して、グアバンを攻撃するために、ちょっとでもダメージを薄くしておきたいと思います。さあ、では、決着をつけに行きましょう。こっからは、攻撃をグアバンに集中していきます。拡散メガ、粒子砲。100% の命中率ですね。まあ、サイコガンダムであれば敵の反撃、まあ、グアバンの手法を受けたとしても1万5000削られることはないかなと思いますので、まあ、臆せず攻撃を当てていきましょう。6000、700。しかもグアバンもう、エネルギーが切れたな。これは完全に敵は回避もしくは防御モードに入ってくると思うんですが、火力で押し切りましょう。サイコガンダムを2機、捕獲できたのが本当に大きかったな。これあるのとないのじゃ多分全然違ったと思いますね。サイコガンダムはそもそも2機とも捕獲した戦利品なんで、サイコガンダムなしだったら、ここまで効率よく攻略は多分いかなかったのかなって思います。残り3000。ゲーマルクなんかもね、火力出ますからね。しかもゲーマルクも、まあ、マザーファンネルを使って、レンジ7の攻撃できるんで、レンジ7の攻撃があると、敵をね、追っていくのにすごく便利でしたね。逃げていく敵を追っていくっていうのがすごく便利でした。残り600。最後はそうだな。結構好きなドーベンウルフで仕留めたいかな。ドーベンウルフはただ撃墜されたので手元にないか。これザック3ですね。キュベレーもちょっと遠すぎるよね。キュベレーだと遠すぎて届かないかな。7。7だと届かない。そしたらここで確実に終わらせたいので、まあ、近くにいる人から順に攻撃していきましょう。ハイメガキャノン。メタスカイ。メタスはメタスカイになってから、いわゆるモビルアーマー形態っていうんですかね。巡航飛行モードがなくなってしまったのがちょっともったいないかなっていう感じですね。メタス自体にもう火力も何も求めてないので、巡航モードになってサクッと移動できるっていうのがね、一番のメリットだったと思うんですけど、それがメタス回になってなくなってしまいましたからね。というお話をしている中で、グアンバンを撃破、敵全滅です。これで、SD ガンダムジェネレーション、アクシズ戦記、ダブルゼータガンダム編攻略完了になります。ではエンディングを見ていきましょう。で、合ってるかな？一応ね、SD ガンダムジェネレーションは全部で5ステージここまで、全てそうだったんで、ここもそうだと思うんですが、確認をしていきます。そうですね。地球圏を手中に収めかけたネオジオンは壊滅した。だが、連邦、そして AU を操る資本家たちは何ら変わることはない。スペースノイドとアースノイドの関係が改められない限り、革新された時代は訪れないのかもしれない。ということで、この後はですね、SD ガンダムジェネレーションシリーズ、一番最後のタイトルになりますが、まあ、いわゆる逆襲のシャア編というところですね。これをやっていきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。